ここにその各分野の交流について地図で示しております。交流であり建物でありますとか、建物の配置配置を示したものであります。左流にありますのは当時の高句麗の王宮で、やはり四角く囲っておるのですが、王宮を囲っておる。その周りに広いこう市街地は作っておらないという、そういうふうなところが中国の中心部を除くと、 中国の庶民族が採用したまあ、有力者の住まいの方式であります左には鎧それから牙のための道具それから縦のとかそういうものを示しておりますこれらのは古墳時代の中でも比較的古い段階のものでありますが朝鮮半島の南部この辺はあの鉄の有力な産地なのでありますが特にそういうところと 深く関わりながら日本に新しい装いまた新しい武器武具をもたらしたというふうに考えられます。